じゃあ、マスターとです。メ、え、ク、ー、とも触れて、今早速あれですね、買い物を帰ってきたですね。今日はえーっとテムテン手紙の第一の二章ですね。ちょっとお茶を飲みます。えーっと、なんと今日は六十四回目の誕生日ですね。十月三日。えー、なかなか誕生日も。えー まあ、63回です。何回迎えるか分かりますけど、感謝いたします。はい、見言葉を触れて、えー、このテメトの手紙の第1の2章ですね。では、早速お読みいたします。えー、テモテは、パウロがこの我が子テモテと言ってますね。はい。 そこでまず初めにこのことを進めますすべての人のためにまた王とすべての高い地位にある人たちのために願い祈り取りなし感謝が捧げ得られるようにしなさいそれは私たちが経験にまた威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためですそうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり喜ばれることなのです神はすべての人が 救われて真理を知る,知るようになるのを望んでおられます。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分をお与えになりました。これがときいたって出された証なのです。その証の ために私は宣伝者また人に任じられ私は真実を言っており嘘は言いません信仰と真理を違法人に教える教師とされましたですから私は願うのです男は怒ったりいい争ったりすることなくどこででも強い手を挙げて祈るようにしなさい同じように女もつつ,つ,つましい身なりで控えめに慎深く身を飾り派手な神の形とか 金や真珠や高価な衣服によってではなくむしろ神を敬うと言っている女にふさわしく良い行いを自分の飾りとしなさい。女は静かにしてよく従う心を持って教え,教えを受けなさい。私は女が、えー、教えたり男を支配したりすることを、えー、許します。ただ静かにしていなさい。アダムが初めに作られ次にエヴァが作られたからです。またアダムは惑わされなかったか。 女は惑わされてしまい過ちを犯しましたしかし女が悼しみを持って信仰と愛と共産とを保つならこうもことによって救われますはい感謝いたしますえー、今日はこの特に、えーえー、キリストは全ての人の贖いの代価としてご自分を渡りなりましたはい、えー、これを見てい、えー、ってきました、えー、感謝いたします、えー、今日は日曜日ですね週の初め えー、教会において牧師先生からあのキリストが、えー、弟子たちの足を洗ったというころを通して力づくメッセージがされましたキリストが私のためにわがらいの代価となったことを覚えて、えー、今週も、えー、っと始めていきたいと思います、えー、杉田スイム、えー、感謝いたします、えー、前半が3連休で えー、後半4年期大変でしたけどなかなかうまくいきませんけど、えー、今週もまたあ後半2連休ですね、えー、前半2連休ですね京都明日疲れ覚えますけどまた土曜日までお仕事あもう一日水曜日休みがありますけど大変、えー、ですねはいえー、キリストが上がらってくださったことを感謝いたします、えー、今日のあ今本当に、えー、この お昼はちょっと妻と一緒に、そういで誕生日祝いのちょっと帰って外食をいたしまして、今、買い物が帰ってきたところです週の。週に1回の買い物ですね。疲れを覚えますけど、ミクトマンフレテでした。またあ、あくびが出ますけど、次回の、またこのミクトマンフレテでよろしくお願いいたします。 えー、マスターとのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいね、ボタンとよろしくお願いいたします。えー、また、あー聖ーを学びたいというお友達を募集してますので、よろしくお願いいたします。時が良くても、悪くても、死とともに歩む幸いを覚えていきたいと思います。えー、また、聖書を学びたいというお友達を募集してますので、よろしくお願いいたします。次回のネクトパンフレデでお会いいたしましょう。マスターとした。シュアレスパシャンブジュ、シャロム、シャロム、シャロム、